わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハム太郎でございます。ヨーキヒちゃん、やっと天馬さんでね、日本版でできます。台湾版で前動画撮ったんだけど、残念ながら台湾版の時は、身も弱い。紋章も弱い。だからね、結構苦労して撮ったんだよ。違う。日本版は、もうこれガッチガチにしてあるから。だから要は全力のヨーキヒで戦っていきましょう。さあ、そしたらね、まずこの動き、はい、アンチブロックを持ってるから、プニョの処理だけとかがすごいしやすいよねって感じ。素晴らしい。そう、このクエストでアンチブロック持ってるキャラって、実はね、ギミック完全適正はいないかった気がするのよ。これだからね、陽気比だからこそできるってやつだね。そして安定の鬼丸くんとの相性の良さ。爆発持ち。そうなんだね、友情コンボ爆発があるだけで世界変わるから、このクエスト。で、さらに、さらにって言ったかなんかしないかな。こういう動きもできるよシリーズだね。だからこっち行って。で、そこら辺で止まって、ちょっと微妙いな。いや、本当はね、もうちょっと下に止まってくれれば、ワルプルさんのね、内部友情ブリブリを狙ったんだけど、残念ながらだね。あ、しかもやられてるし。なんてこったい。友情コンボ、友情コンボ、友情コンボ。そう。ワルプルさんとの相性もいいのよ。友情コンボをね、この出せる。爆発ってね、素晴らしいよね。この間ね、コメントいただいたんですけど、やっぱ加速って最強ですよねってコメントもらったんですけど、私思うに、まあもちろん加速もめちゃめちゃ強いんだけど、爆発もさ、全く廃れないよね。ずっと強い。ありがてえこったい。はい、突破でございますと。まあちょっとね、思ってたより削れなかったけど、まあ十分だよ。ほんとね、紋章って偉大だなって思うやってると。そしたら、国綱先生は、まあまあまあこれでいいか。爆発経由で、はい、強い強い、十分十分。やっぱね、このクエストにおいて爆発のね、有能性、めっちゃ高い。どうしようかな。下げといて、下げといて、これでみんなもらえるでしょ、下で。3P 以外はか。強いよ、ワルプル先生。ワルプル先生強いわー。いいねー。そう、ワルプルギスさ、前回私、日本版でやったとき、編成してたんですけど、ワルプルもめっちゃ強いけど、ヨーキヒちゃんとの相性もいいから、結構ね、今回つうか、先月ぐらいからかな、天満も良くなったよね、環境が。あれ？あ、待って、右上倒してない。草。いや、草とか言ってる場合じゃねえ。やられちゃう、やられちゃう。止まって、止まって。危なかった。あ、そう、それとね、デメリットもあるのよ。いくら強いキャラとはいえ。この子ね、地雷が回収できないの。そういうデメリットも、残念ながらあります。OK、ナイス処理。そうなんですよね。飛行なんですよ。見してなかったっけ？飛行アンチ魔法陣、ドッキラ、ゲージバイス保持。で、ゲージでアンチブロック。で、超ダメを超獣封じ得る貴族性耐性。ちょっと硬いね。で、SS が触れた敵の数に応じての遅延。で、超絶スパパレと超絶爆発。超絶爆発威力高っ。そしたらね、これは今剣もらってないから、やることないね。おぉ、友情誘発強。友情誘発強いな。あ、1P 拾っとけばよかったか。まあいいや。そしたら、この子は剣持ってるから、どうしようかな。いや、一旦これで削っとくか。そう、削りもしやすい。まあ、ただ火力は低いんだよね。本当はね、毒キラーのキャラと組ませてあげればいいんですけど、毒巻きがいないんだよね。アリスもいいかなと思ったんですけど、アリスじゃねえや。ルイス？ルイスだっけ？アイスだっけ？ルイスか。ルイスはね、アジンなんですよ。ルイス側のコネクトスキルの条件は満たしてるんですけど、ヨーキヒ側のコネクトスキルの条件は満たしてないんだよね。だからね、組みようがない。もちろんね、ルイス1、要はこのヨーキヒを1体ルイスに変えてあげればできるんですけど、
陽気比2体組みたかったのよ。だってさ、私台湾版の時に一応ね、名前を変えてハム太郎アット陽気比募集みたいにしたんですけど、結局陽気比が現れませんでしたね。悲しいぜ。そしたら、どうしようかな。こっちの方がいいか。はい。いや、動きやすい。すごく動きやすい。アンチブロック素晴らしいね。上へ止まったのはゲセンだ。あ、鬼が。鬼狩られたか。そしたら、上、友情でいけないかな。内部友情ブリブリにしたい。いけ。押した押した。さすが偉いね、ワルブルちゃん。いい仕事してくれる。で、上の地雷はもう鬼丸に任せるから、この動きは、竹原じゃできないぜ。すんごい安定しない？このアンチブロックっていうアビリティ。あっぶね、これで鬼やられてたら積んでたわ。そしたら、どうしようかな。あ、ちょっとまずいな、これ。回収しつつ、あー！弊害が出て、弊害が。これ拾って、なおかつ、待って、ワルプルのとこも。ワルプルのとこも。いや、ワルプルのとこ違う、そこ止まっちゃダメ。参ったな。これ、良くない案件来たよ。次ね、2体格殺される。ここで倒すか、倒せるか。超ダメの恩恵しかないんだよね、でも。パワーフィ。無理か。そっかそっか、いいタイミングで敵倒したわ。あ、ラッキーパーソン。そしたらラッキーパーソンできたから、まあ、最悪遅延打てば何とでもなるんだが、上を倒した方がいい気もするけど、横間でもいける気もするし。あれ？次、1P だよね。いや、ワルプル優秀。これだとは友情コンボ出すだけの簡単作業。いいね。アンチブロックを持っているからこそ、スーッといける。あ、スーッといけちゃった。よし。では、ボスにやっていきましょう。そしたらね、ボスにが、ここはね、知恵の腕の見せ所。そう、鬼さんはね、とりあえずいいや。あ、溜まった。溜まってねー、溜まってねー、溜まってねーし、プニョ倒し忘れるし、なんてこったい。そう、ここでさ、ワルプル先生の遅延でもいいんだけど、ワルプル先生の遅延はね、あれなんですよ、だいたいこの弾もね、遅延しちゃうんですよね。それがちょっともったいない感じがします。これちょっと待って、こっちから回ってって。うん、雑魚処理はいい感じ。どうするかな。二段階目溜まるか。そうだね。容器に任せよう。だからここでやるべきことは地雷の回収ぐらいか。ちょっと微妙に動きしたな。ただこっからこっから。あぶねえ。あ、でも、あー、でも加速いるからな。お兄さんが加速だから、失敗したらごめん。なんとかなるべ、これで。オッケー、これで右のやつは生きてる。はい、これで素晴らしい状況。こっちは攻撃できるけど、相手は何もできん。いっちゃいいわ、これが。で、地雷回収ガーテラ。極論これだったらほっといてもいいんじゃないの、敵。あの、処理したか。ほら、すんごい安定処理できた。やっぱさ、さっきの昔からある友情で、こう、爆発とか加速強いって言いましたけど、
昔からあるけど遅延って強いよね。相手何もできないんだもん。はいはい、何もできない。寝室何もできない。ただこれ上しかないんだよな今。ちょっとミスったな。うん、ちょっとミスった。こっちの攻撃もあんまできない。本当はね、もうちょっと欲しかったんですけどね、あれが。なんだっけ、みんな攻撃アップ状態。それより欲をかきすぎんか。さあ、そしたら、の、まあ、プニョぐらいか、今できることは。地味に鬼丸がちょっと攻撃力アップするけど。よし。で、鬼さんは別に何もしなくていいな。さあ、これで、うまいこと。いや、でも無理か？こっちやられそう。ここも全体チェーンでいっか。弾避けるつもりで撃つけど、多分弾当たっちゃうかな、これ。お、いったわ。神。神だけど、地雷がやべえ。ちょっと待って、地雷がやばい。地雷がやばいんだけど。真ん中だけ綺麗に取るなんてできないしな。いや、ダメだな。こっちのルートじゃダメだから、縦軸で行かなきゃいけないのか。どうしよう。ちょっと待って。地雷層、ほんとね、陽気ひちゃん強いんだけど、遅延は素晴らしいんだけど、その後のね、地雷処理がまたこれがちょっと、あってってばー。友情でいけるかな？信じよう。いや、ダメだ。いけねえわ。HP 絶対足んねえ。だから、ごめん。3P の陽気ひは、見殺しにします。ご了承を。しゃーなし。8万オーバーキルにも程があるんでしょ。そしたら、こっから。こっから。あ、待って。ワルプル！ごめん、最後グダグダになっちゃった。ただ、俺がしたいことはできた。圧倒的遅延の便利さ。それができればとりあえず満足で。うん、もうやることはやった。あ、鬼つえ。鬼つえなぁ。そして遅延が解けますよと。ただもうすでにお前の HP はもう底をついているぜ。ただ、どうしよう。いや、回復して。なんかね、ワルプル先生も遅延打ちたいっぽいんで、打たせてあげよう。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございます。まあ、さっきはうまく決まったけど、あんな感じで一年かけてあげれば、こっちは殴り放題、相手は何もできないターンができるんで、マジで優秀だと思いました。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございました。俺が言いたいこと言ってくれたわ。素敵な時間に連れて、自分で素敵っていうのはちょっとあれか。ごめん。なんでもない。じゃあ、またお願いします。バイバイ。あ、でもね、ごめん。最後にこれだけ言う。ね、正直言って編成するなら1体の方がおすすめです。なんでかっていうと、マジで地雷がうざいから。じゃあ、バイバイ。